DMM パチタウン動画をご覧の皆さん、こんにちは。パチスロオタクの早田でございます。さあ、本日もですね、始まりました寝台リアル収録といったところで第5回目になりますね。こちらの方をやっていきたいと思うんですけれども、今回もですね、撮影現場は前回同様、まあ、こちら東京都江戸川区にありますパラッツォ篠崎店さん、こちらの方でやっていきたいと思うんですけれども、まず僕はですね、DMM のパチタウンの方をご覧になっている方はご存知かもしれないんですけれども、そちらのブログの方で、はやたという名前でブログの方を書いている人間なんですけれどもね、もともとパチンコパチスロが大好きでですしね、専業まがいなこともしてみたりとか、そのまんま好きが叶って業界に飛び込んじゃったといった次第で、ライターとかではないんですけどもね、ここの、まあ、ユーザー側とホール側の中間地点みたいな人間であります。で、今回はその寝台というところをここのパラッツォ篠崎店さんで打っていくわけなんですけれども、ユーザー目線、ホール目線、ないし寝台の解析情報ですね、まだまだ導入して1週間経った間もない台ですから、こちらの方も触れつつですね、自分の実践の感想なんかも交えながら打っていきたいと思います。さあ、今回実践する機種ですけれども、寝台間もないというところで、本日が2月の13日の土曜日ですね。こちらの方で打っていくのがこちらですね。画面が多分差し込まれると思うんですけれども、藤昌司さんから出たスロットの飛弾のアリア、こちらの方を打っていきたいと思います。飛弾のアリアですね、1年前2年前ぐらいにですね、パチンコの方で登場した機種なんですけれども、結構ですね、稼働も良くて、稼働貢献も非常に高くてですね、スペックの方も良かった台です。で、僕も結構打ち込んで、ミドル、ライト、ミドル、アマデジ全部ですね、打ち込みましたね。で、出玉性能の方もあって、ちゃんと厚いところもしっかりしてた台なので、非常に僕の好きな台だったんですけども、今回はそれがパチスロになったというところで、今回打っていきたいと思うんですけども、事前にショールームもそうなんですけれども、寝台導入されてからですね、自分でも打ってみたんですけれども、まあ、最近のその高純度の AT 機とかいうよりかは非常にマイルドな感じに仕上がってるかなと思います。確率なんかはですね、また後ほど打ちながら言っていきたいと思うんですけれども、で、まあ、普通に立ってはいないんですけど、まあ、松葉杖をついている理由はですね、ちょっとオープニングで言うのもあれですんで、実践中のこう間をつなぐ話で喋っていきたいと思います。もうちょっとでギブス取れるんですけどね、はい、といったわけで、今回の寝台リアル収録第5回、よろしくお願いします。すみません。よっと。いけるいける。階段はね、松葉杖にはきついんですよ。とりあえず邪魔になら、松葉杖を置くんで邪魔にならない角で行きます。ちょうまい。さあ、では回転しまして、被弾のアリアを抑えることができたので打っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは簡単なスペックの説明ですけれども、導入されても1週間経ってますので、ご存知の方の方が多いとは思いますが、本機は現存約2枚ですね、2枚の ART 機になってます。
ART の初当たり確率っていうところには設定差がありますが、基本的には低設定でも ART のことを味わえるようなマイルドなスペックになっているっていうのが本機の売りといった感じになってますね。でその ART バレットゾーンにどうやったら当たるのっていうところですけれども、液晶の左と右にですねゲーム数と武帝ランクと言われるものがついてますが、今季は周期ですね、周期タイプでの ART 抽選になってます。まあ、その説明は後でまたするんですけども、この例えばスイカを引いた時は必ずこの修羅バトルという ART の仮ゲーム数、仮ですけどね、仮ゲーム数を取得できる、まあ、5ゲームですね、最低5ゲームの何て言えばいいんですかね、ゲーム数の上乗せゾーンといいますか、あくまでも仮ゲーム数です。もちろんこの5ゲーム間に0役を引けた方が仮ゲーム数を取得できる可能性が高いです。一応リプレイベルでも抽選は行っているんですけれども、一応最低10ゲームは実戦上でも載っているので、この5ゲーム間にリップベルないし0役は何も引けなくても最低でも10ゲームは仮ゲーム数を格闘技できると。じゃあこの仮ゲーム数は何なのかというと、さっきの最初の話に戻るんですけれども、本機はおおむね32ゲームから63ゲームの間に武帝ミッションという、まあ、周期抽選の答え合わせが起きるんですが、その周期抽選の連続演出で成功すると ART が発動すると。でさらにその ART の抽選に受かるまでのその周期間で、さっきみたいなスイカからの修羅バトルで獲得した仮ゲーム数、これプラスアルファ初期ゲーム数で ART をスタートすることができると。 ART の初期ゲーム数の最低保証が30ゲームですので、もし仮にこの周期で ART に当たった場合は初期ゲーム数の30ゲームとここに書いてある仮獲得ゲーム数の20ゲーム合わせて50ゲームスタートの ART となります。ではその周期抽選までにやらなきゃいけないこと、若干これもう前兆が始まってるんですけど、やらなきゃいけないことは今度は右側の武帝ランクと呼ばれるものですね。感が鋭い方はよく分かりやすいと思うんですけども、この武帝ランク EDCBA そして金 A と、まあ、S というのもあるんですけどね、まあ、ひとまずは金 A までっていうふうにランクを上げていくゲーム性になってます。でそのランクを参照して周期到達時に ART の抽選を行うと、そんなゲーム性ですね。なので周期ゲームの最終ゲームのチャレンジミッション武帝ミッションに到達するまでに、このなるべくこの武帝ランクを上げると、それが ART 突入の近道となってます。これですね、一応32から62、3ゲームの間だったので武帝ミッション発動しました。設定変更時にどのような振り分けになるかっていうのはまだ解析が出てないのでわからないですが、ひとまずは1回目の周期をやっていきたいと思います。ただ武帝ランクは E なのでもう期待してないです。一応この武帝ミッションの格上げ抽選っていうのも霊薬とかで行うんですけども、今回はまあロザリオ奪還ですね。でこのロザリオ奪還はねもう成功した試しがないんで、もうサクサクいきます。一応このゲームの時にカットインが出た方が熱いです。はい、残念。で武帝ミッション終わって失敗してしまった場合はまた周期のゲーム数はクリアされて武帝ランクもまたやり直しといった感じで、どうやら武帝ランクが必ずいいスタートになるわけではないらしいので、そこはがっかりせずにといった感じですね。ではどうやって武帝ランクを上げていくのかという話ですけれども、基本的にはチェリーで行ってますね。弱チェリー強チェリーが、まあ、最強チェリーなんてのもあるんですけれども、
チェリーを引いた時の一部で武帝ランク上げることができます。共通ベルだったりリプベルでも武帝ランク上がったことはあるんですが、ほぼチェリーから武帝ランクのアップ抽選が行われていると思って OK です。通常時の打ち方ですけれども、オーソドックスなので言えば左リールにバーを狙ってスイカまで滑ってきたらみたいなのがあるんですが、本機は新規準機なのでどこから押しても大丈夫です。正直右押ししても何でも大丈夫なんですが、レア子役のフラグがですね、チェリーもスイカもリプレイなので、今のところ逆押しをしてしまうとチェリースイカっていうのがなんかちょっとあんま綺麗に止まってくれないので、僕は基本的には中押しでレア役は見てます。中押しの場合はこの、弾丸揃いと言われる図柄があるんですけれども、これを中押しで狙ってると基本的には全役見抜くことができるんで、ここでレア役を引きたいとか、ここでボーナスというか弾丸揃い引きたいっていうタイミングだと中押しをした方が面白いかなとは、ちょっと面白さが上がると思うんで、今ちょっと中押しをしてみます。常駐弾に弾丸揃いを狙って、この停止系の時は右リールにも弾丸揃いを狙います。で、右リールが中段にリプレイが止まった場合、この停止系は弱チェリーになります。なので左リール、リプレイなので狙っても狙わなくてもいいです、一応弱チェリーで、ここから3ゲーム間は武帝ランクのランクアップ抽選の煽りに入ります。次ぐらいで告知されてほしいんですよね。まずい。残念ですね。この台は低角広角の状態の概念があるので、 もちろん広角中の方が武帝ランクもたまりやすいっていうのがありますの で、状態の移行契機となってくるのはおそらく共通ベルないしチャンス目だと思います。そこら辺がね、まだ細かい数値が出てませんのでね、そこは申し訳ないんですけども、実戦上で共通ベルらしきものを引いた後は、温泉ステージだったりとか文字が赤くなったりですねして広角を示唆しているような演出に行くと思われます。で、今通常のゲーム数は97ゲームですが、集計43ゲームで武帝ミッションと、武帝ランクは E なので、これまた何も期待せずに打ちます。はい、これですね、温泉ステージ、こちらの方が比較的状態が高めな時に行きやすいステージとなってますね。低角広角とは別の概念のヒステリア広角という呼ばれるものもあるんですが、それはまたそれっぽい演出が出た時にお話したいと思います。というように通常時はこの周期を見ながら ART を目指すというパターンが1ルートですね。もう1ルートがそのうち引けると思うんですけども、弾丸揃いと言われるチャレンジミッション、こちらの方からの ARD 突入っていうのがあります。弾丸揃いって何ぞやっていうと、これの前に出てた地獄少女を撃たれた方ならピンとくると思うんですけども、常駐弾にこう地獄少女 の図柄が揃ったりする、ミニボーナスみたいなのがあったと思うんですけど、このフィランナーリアにも搭載してあります。で、この弾丸揃いが本当に局面局面で役割が全然違うのでですね、通常時であれば ARD 突入のルートにもなっていると。お、いいですよ、連続弱チャンス目引いてるよ。連続同じ演出がね、連続した方が熱いんだよ。あら
で、なんで今ざわついているかと、無敵ランクのアップ抽選ではねえじゃねえかっていう話なんですけれども、このチャンス目を引いた時に先ほど冒頭で言った降格低格の概念とは別にヒステリア降格と言われている状態があります。で、そのヒステリア降格とは何ぞやというところなんですけれども、他の台で例えると何でしょうね、特殊状態と言いますか、これですね、レバーを叩けヒステリアのチャンスと、これがおそらく内部的にヒステリア降格の状態で弱チャンス目を引いたということになります。レバーを叩いて、このね、熱いエースがついてほしかったんだよね。これ熱いね、デメ的にも。で、そのヒステリア降格中に弾丸ゾロを引けると、奇跡なね、得点がついてくるんですけれども、これはねえな。あのヒステリア降格率中に弾丸ゾロを引けると、普段はチャレンジミッションという ART を目指すゲーム制のミニボーナスになるんですけれども、それがですね、ヒステリアモードという別のボーナスに書き換わります。ヒステリアモード中であれば、うわここか、スイカが V 字に折れたので強チャンス目、おおむね 40% で弾丸揃い。よし、じゃあ説明できますね。ヒステリアモードは突入した時点で ART は確定です。で、その性能が普通のチャレンジミッションとちょっと違います。なんか下段とか揃わないかな。おお、下段揃い。一応ですね、弾丸揃いには上段と下段っていう風に差があるんですけれども、強チャンス目からの下段揃いは一応今引けた整理しますね。まずは強チャンス目からの下段弾丸揃い、こちらの方は設定差があります。設定1で65,536分の1、設定1で、設定6で主に約1万分の1ぐらいですね。で、なんでヒステリア被弾ゾーンになってるかっていうと、先ほど言ったヒステリア降格、ヒステリア降格立秋に強チャンス目で弾丸ゾーンに当選して、さらにその振り分けをくぐって下段ゾーンを選んだっていう一番いいやつです。一番いいやつを引けましたね、ラッキーです。はい、では打っていきますね。ゲーム数は218ゲームです。まずはこの、金文字というかアリアザスカーレットアモーってなってる場合の分には、まずは弾丸揃い、弾丸を狙ってください。内部的にはこれでジャックインじゃないですけれども、そしてヒステリア被弾ゾーンはまず最初はカドラッシュからスタートします。カドラッシュというのはこのプッシュボタンを押してゲーム数の上乗せ抽選なんで、これが継続率管理なのか元々決まってるのかわからないです。まあ打ってきます。でね、しょぼいと15ゲームぐらいで終わっちゃうんですよね。ただね、すごいと200とか乗るんでね、うはっ、復活もあるらしいんだけど。お、復活する。あ、そう、初めて復活した。いや、100乗れば上出来です。よし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 、はい、今回は90ゲーム乗りましたね。で、ここからボーナスが始まるんですけれども、じゃあそもそも被弾ゾーン、ないしヒステリア被弾ゾーンというのは何の役割をするかというと、これは内部的にはもう ART は確定しているので、 ART 中に必要な弾丸をストックする大チャンスというふうになってます。その弾丸は何ぞやっていうのはART に入った時にまた説明をするので、まずは頑張ります。はい、はい、レア確率はですね、一応ボーナス中のレア確率はチャンス目だけ、弱チャンス目だけ約8分の1に落ちてます。それ以外のレア役の確率は通常時と一緒です。
いやー、最初からこんなん引けたっていいの？で、このように赤7を狙えと言われたら赤7を狙うと、先ほどの角ラッシュ、赤7が揃うと角ラッシュにまた入ると。で、挟んでテンパれば2角です。おっ、来た来た来た、中リール中段スイカ、この時点でスイカは強チャンス目なので、左フリー打って右リールね狙うと。で、このホルスターにタッチというのはここですね、タッチセンサーがついてるんで、このタッチセンサーをタッチするとこの弾丸を1個ストックしたよと。で、この弾丸は ART 中に使います。で、この弾丸ぞらいのミニボーナスは、おお、そろった。これでもう一発カドラッシュに行きます。ただ青か、このキャラが何を示唆してるか分かんないんですけど、まあ、白い息はよく出るんですよね。あ、関係ねえのかこれ。ああ、やっぱこのコスプレしてる方がゲーム数いっぱい乗ります。はい、今回は60ゲームですね。はい、でも残りベル8回となっているんですけども、弾丸ぞろいは14回ベルを取るまで続くことができるボーナスです。なのでそうですね、純増2枚なのでおおむね 4,50 ゲームは耐えられると思うんですけど、その間にいかにレイヤー役を引くかで、弾丸をこの弾丸をストックするかといった感じですね。ヒステリア被弾ゾーンなんで、弾丸の獲得率は被弾ゾーンよりは高いとは思うので、この時点で初期ゲーム数、おー、すげえ、初めて引いたこれ。今度は、まあ、アリアズからバーを狙ってください。へえ、これ揃うんだ。はい、シャングリラッシュは先ほどのカドラッシュより偉いです。でですね、まあ、このプッシュボタンは押しっぱなしでいいんですけど、で全部消すことができればゲーム数が上乗せしてます。で、体感上は苦労してこの最後の1個が長ければ長いほど乗るゲーム数が多いです。で、ハートが全部ちゃんと完成し続ければずっと上乗せします。前打った時150ゲームぐらい乗りましたね。で、正直これ長いっていう方はもうスタートランプがついてるんで、レバーオンでカットしちゃっても大丈夫です。あー、復活しないかな。あぶねえ。これがね、どういう抽選をしてるかわからないんですよね。まあ、多分この揃えた時点でゲーム数は決まってて、それを見せてるとは思うんですけど。だいたい40回。あ、
いや正直ねこんなに続いたことないんで若干引いてます。お終わった。というわけで10人抜きの390ゲーム上乗せですね。お疲れ様でした。また来月。待ってこれだってあれのさっき何ゲームあったんだっけ。あら540ゲーム獲得してます。で仮ゲーム数があるので、550ゲームすでにあります。すごいね。おおむねですねこの弾丸揃い中の赤7揃いこれがもう約200分の1ぐらいっていう感覚でいいと思います。なのでさっきのバー揃いっていうのはもう本当にレアなものだというふうに考えていいと思うんですよね。僕も実戦で引けなかったので1000分の1いかないぐらいだと思うんですよね。それをこの局面で引けてしまったので多分この後多分何も起きないと思いますので。まだ回転して何分ですかね、1時間経ってないんですけれどもここまでの尺で終わってるかもしれない。危ない危ない。はい、というわけでベルを14回取ってですね弾丸揃いの方終わったんですけれども獲得ゲーム数が540ゲームというこれプラスアルファ仮ゲーム数の10ゲームと初期ゲーム数最低30ゲームが乗るので最低でも580ゲームスタートってなります。では ART の方に移動したいと思います。でさらにですねアリアがメイドです。アリアがメイドックなので最低50ゲーム以上はい、どういうことじゃあ80、はい、そうですね50ゲームうわるんですよ。さあ長い旅が始まります。長い旅が始まる。580ゲームを持ってスタートします。はい、1周決め48ゲームでなんか C ですね。はい、ガオー。はい、残念。どうなの。これはなんかシャン弾丸ぞれを引いたとかじゃない。あ、違うんだ。それでは純粋に今の武帝ミッション中にレイアグで書き換えたってことですね。31ゲーム、今31ゲームです。ただし武帝ミッションの周期というのは32ゲームから63ゲームの間に発動します。でなぜ武帝ミッションかというと今の強チャンス目から弾丸ゾロに当選したといった感じですね。でこれも同様で画面が割れればヒステリアモードが確定しますけれども、さすがに今回はないですね。72ゲームこれ金だよね。
今、あ、そっか、あれチャレンジミッションって毎回金だっけ。曖昧です。あー、お、 2000m っていうことはポイントが、お、2、あと2回クリアで AIT 当選ということは初期の段階でいいのが選ばれたってことですよね。ということはこれもやっぱ設定乾杯要素としてはプラス材料ではあるんですけど、それとクリアできる話が違うんですよね。なんか周りがバンバン決めていくんですよね。スイカ、スイカ、おっしゃ、あとこれどうなんだろう、 1000m、 あ、エースないよ、エースないよ、あ、うわー、そういうことそうなんだ。ということは3ポイントだったってことですね。2000で終わりじゃないんだ。ということは残り 100m とかで始まると残り1ポイントっていう考え方かな。これダメじゃん、ちょっと頑張れよ。よし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 、チャンス目、チャンス目、あー大丈夫ですね。藤昌司といえばレンジャーからですな。これで ART は確定と。一応これチャンスゾーン中なのでゲーム数が進んじゃってるんですよ、まあ、639ゲームとなってますが、ただでもチャンスゾーン中なので先ほどのチャンスゾーンで当たったというふうにデータ上はさせてもらいます。でここから残りベル10回残ってる状態の弾丸揃いのミニボーナス集はチャレンジミッションから避難ゾーンに書き換わります。なのでここからは ART 中の武帝団のストック抽選および赤7揃いないしバー揃いでのゲーム数上乗せの抽選というふうに書き換わりますね。これがアリアの面白いところでもあります。いかなる状況であってもいい状態に上がればミニボーナスないし ART の状態の中身が書き換わるっていうのもいいところかなとは思います。で ART が確定したからといって残りのベル10回が惰性で終わるわけではなくて、ちゃんとその ART 中の引いたミニボーナスと同じ役割になると。ああ終わっちゃった、はい、はい、30ゲーム。ほっ、今台が振動しました。これはもらったんじゃないかい。よしで今のヒステリア降格というかヒステリアの演出で当たったんでヒステリアモード、いや美味しいよ、ふい、はい、はい、これで ART は確定です。8ゲーム、これでやりました。すべてお見せできたと思います。ダンナリアに搭載されているモードゾーン全部これでコンプリートです、はい、ヒステリアモードが入った時点で ART は確定します。でまずこの最初の3ゲーム間は地味に大事です。この3ゲーム間はシラバトルと同じ性能を持ってます。なのでこの3ゲーム間が仮ゲーム数を上乗せします。よし、OK、よし、これで
パリゲームスを30ゲーム獲得して ART 確定なんで最低でも60ゲームゲームスを持った状態で始められます。でそしてヒステリアモードの性能ですけれども、今度は被弾ゾーンとことは違い、このベル残りもう今残り9回ですけれども、この間の共通ベル冷却でバレットゾーンの初当たりをストックします。なのでここで1個でもバレットゾーンで酷使されれば最低30ゲームの上乗せと一緒です。いやいやいや、共通ベルじゃなくてさ、まあ一応レア役以上ね。スイカは乗せたことない。いやー、初当たりをストックなのでそんなに乗らないです。乗ったらラッキー。はい、というわけで、まあ、かける1ってなってるのは初当たりの一発です。なんで ART とパリゲームスの30ゲームの重さで最低60ゲームスタートの ART が確定します。ふい、はい、なぜ僕がマスバスエをついてるかというところですけれども、まあ、ここは東京ですので先月の18日ぐらいですね、関東で結構な大雪があったと思うんですけれども、その時にですね、その日ではないんですけれども、その翌日か2日後の都内のですね凍結した道になっている部分とかあったと思うんですけど、僕はそのちょっと凍ったね路面で、坂とか何でもないんですよ、普通に人が通ってる歩道の、凍結した路面で滑ったんですね。まあ、今思えばどっちの足で滑ったかってあんま覚えてないんですけど、まあ、滑ったんですよ。で滑って転ぶじゃないですか。で普段なら、あ、痛い痛い痛い、あ、こけちゃったで終わるんですけど、それちょっと違くてですね、滑って転んで自分の足首を見たらですね、まあ足首ってこう、まあ、こういう風に動くと思うんですけど、これがこうなってたんですね。いやー、びっくりしました。あ、折れてるなっていう、無駄に冷静だったんですけど、もう完全に行っちゃってたんで、派手にやっちゃったかもしれないなと思って、このまんま救急車に乗ってですね、救急搬送されまして、で一応夜中だったので応急処置をしてもらって、翌日また外来で整形外科の方で受けたんですけど、まあ、3箇所折れてましたね。はい、まあ、ART バレットゾーンの説明ですけれども、ART 中もですね、左リレーは残りゲーム数、左の液晶は残りゲーム数なんですが、右にブデーランクあります。3段階いったらすごい熱い。まあ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 、これは強チャンス目なんじゃないの。よいしょよいしょ。お、初めて見るこれ。ああ、何よ、連打。はい、ああ、はい、というように ART 中はレイアクを引いたときにこの弾丸のストック抽選を行ってます。プラスアルファ強チャンス目なんで弾丸揃いのチャンスという感じですね。はい、で今ステージチェンジしました。先ほどのシリアス系な方から今度はまあアリアが
アリアの顔がいっぱい映ってると思うんですけれども、 ART 中のステージは3種類あります。それでこのステージは真ん中です。基本的には内部的には降格を示唆しているものだと思います。でこの上のプールモードって言われるモードがあるんですけれども、そのプールモードに行けばその間ヒステリア降格のチャンスとなっているので、その最中に弾丸ゾロを引くと熱いよと。で今弱チリを引いてパネルがショートしたので、おそらく弾丸をストックするんだと思います。あ、しねえんだ。いや、するでしょ。しないんですってしないんだ。あ、またパネルショート。比較的パネルショートは結構します、この台で、まあ、連続してさすがに消えたので弾丸ゲット。武帝弾ですね、武帝弾。これから武帝弾って言い換えます。もちろん ART 中も武帝ランクのアップ調整を行ってます。では武帝ランク、ランクを上げると ART 中はどういうことが起きるかというと、この台の継続システムが継続率ないしは敵とのバトル抽選で行ってます。まあ、亡くなった時に説明はするんですが、簡単には武帝ランクが高ければ高いほど勝ちやすい敵が選ばれやすいっていう説明で大丈夫？通常上同様ランクは下、一番下の E から一番上が 金の A、 A で 金図柄の A ねになってるので、金の A まで行けば継続確定と。これは共通ベルで武帝弾ゲットですね。継続バトルのなった時にこの武帝弾の使い方だしとか、その後のことは説明できればなと思います。あらららここです。 ART 中一番頑張んなきゃいけないのはここ。ここでね、レア役をヒステリア降格はそんな入れないので、できればここで強チェ弱チャンス目、弱チャンス目でもなんとかなる。あれー、あー無理っぽい。頑張って、いやー無理っぽいなこれ。今あるいは4台設置なんですけども、このパラット篠崎店さんは4分の3で ART ですね。冒頭でも話した通り ART の初当たり確率っていう部分は比較的軽い部類だと思われます。でも遊びやすさっていう部分を目指した台ですから、正直ですね、その今までの旧基準の AT 機であったりとか高純度の、ね、AT 機に比べて一撃性能はそこまで高くないとは思います。なので本当に400枚から600枚前後を1回の初当たりで取って、まあ、それを使って次の初当たりを目指してちょっとずつ増やしていくような台だとは思いますので、これはあの例外です正直。あとは先ほどの弾丸ゾロイ、普通の通常の弾丸ゾロイを ART 中に引いた場合は被弾ゾーンというミニボーナスに行きますので、ジャックチェリー、まあ、被弾ゾーン中も先ほどの
赤七揃いのカドラッシュであったりで不定ランクアップですね。 B になりましたね。ヘランゾーン中もまた武帝団のストックができるんで ART の残りゲーム数が終わるまでにいかに武帝団を貯められるかっていうのも ART を長く継続させるための秘訣になってます。いやーここで演出来てほしいんだよね。油おーっといいよ赤文字とか言ってみよう。赤文字とかあうんそうかそうなのかあージャックチェリーってことか。あなんか、うん、惜しいな弾丸揃いですけれどもざっくり確率的にはまだちゃんと出てないんですが地獄少女ぐらいの確率だと思うんですよね。300分の1いかないぐらいなのですごい雑なことを言えば弾けるときは弾ける弾けないときは弾けない、まあ、それ何でもそうなんですけど。お、強調お、強調で武帝ランク上がったので A から金の A になったんでこの時点でも継続は確定です。で多分武帝団もたまりそうですね。これね、はい、武帝団もたまります。ボーナスだったりボーナス弾丸揃いだったりしないかな。上乗せの流れはいはい。お最低でもチャンス順応します。強茶とか止まらないかな。あ弱茶か正直弱茶で弾丸揃い当たったことないんで。はい あということは禁煙になっても内部的には武帝ランクが溜まってるってことですね。今の演出から的に一応禁煙までしかないですからということは武帝ランクアップっていう告知がなかったとしても内部的には溜まってるっていう確率もありそうですね、はい、なので継続バトル終わった後もランクが一番下じゃなかったりっていう現象が起きるんだと思われます。お気づけば1000枚突破ですね。一応実戦では600枚が最高だったんですけど1000枚突破できました。さあ、まもなく長かった ART580 ゲームを消化してですね継続バトルに行くんですけれども、まあ、今回は武帝ランクも一番上の金鋭だし武帝団の方も17発溜まってますので継続は確定でございます。でまずこの次ゲームで対戦相手のキャラクターを選択します。ただ今回は金鋭なのでおそらく粉雪だっけな。あ違うんだ確定キャラじゃないんですね。で、まあ、確定キャラの一番次に偉い、まあ、ジャンルなんですけどこのプッシュボタンでまず敵の HP を減らすことができます。今回は武帝ランクがマックスなので倒しちゃいます多分、はい、なんですが普段だと、まあ、例えば3つだったり4つ削った状態から継続バトルをスタートとかができます。はい、まあ、これで継続とで次セットに武帝団の17発を持ち越して次のセットの武帝ランクは何から。おお、金鋭からです。ということは
内部的にはもっと溜まってたっていうことですかね。先ほどのあの演出が出たってことは次も確定してます。なんでまた武帝弾17発残したまんま次セットにはいけます。でようやく流れた、あの、ね、多分ゲーム数が乗りすぎてこの曲が流れた。この曲が僕は一番好きです。パチンコのアリアで当たった時も絶対これ選んでたんで。さあ30ゲームが終わったのでまた継続バトルですが、今回もランクが禁煙なので継続は確定しております。なのでこのベッドで確定なんですけどね、まあ、今回は1残ってしまったのでここで継続バトルの説明をします。継続バトルはベルを引けばこちらの攻撃、ベルと霊薬ですね。でリプレイの一部でも攻撃はするんですが、リプレイを引いてしまった場合は相手の攻撃になります。なのでその相手の攻撃の時にこの武帝弾を使って勝ちに書き、こっちの攻撃に書き換えるっていうことですね。なので12連続、これがメーターが12個なんですけれども、12連続でリプレイを引いても12発武帝弾があれば継続は確定します。リプレイも必ず相手の攻撃じゃないっていうのが実戦であったので、どんなもんなんですかね。リプレイの 50% が相手の攻撃とかなのかな、 75% ぐらいか。はい、で今回はブテラが C とした感じなのでちょっと頑張るんだけどですね。この30ゲーム間にランクを上げる、もしくは武帝弾っぽい、武帝弾ですね。お、2発ということはさっき1発使ったけど1発増えました。さあ今回は継続確定というわけではないんでね、まあ、一応継続は確定してます。理由は武帝弾が12個以上あるから12発以上ですね。ただ武帝弾は C なので敵は、お、でもこれでも一番勝ちやすいジャンルですね。で今回はメーターが7個減ったのでベルを5回いけば武帝弾を使わずに勝てます。でナビがないときはじゃあ共通ベルの可能性があるのでリップですね。押し順ベルは4分の1なので4分の1を叩く、中段にベルが止まればベル、いやー止まらないんだ。で最初から近似の攻撃なので俺はベルですね。よし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 、ベルで終わらせたい。あ、リプレイ、ただしリプレイなのに武帝弾を使わず近所のカットインなのでこれで勝てると。なのでリプレイだからって一概に武帝弾がすぐなくなっていくわけではないということですね。はい、これで4セット目ですね。4セット目に突入、大体30です。今回はランクは D ですね。どんどん落ちていってますけど、あ、それしょうがないよね。逆チャンス目か。パネルはショートしっぱなし。ここでスイカなら、スイカはバトルの時に欲しかったな。誰、あ、一番強い人だ。いやーまずい、これはまずいぞ。
11回ベルを引けば勝ちですが、これでブティーダを一気に消費してしまうと次セットが危ない。頑張りどこだな。よしよしよし、よし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 、4分の1なんでね、星順ベルは。とりあえず何個だ、3発だけ使いましたね。3発だけ使って継続したので、一応次セットも最低でも継続します。なんで5セット目順調だな。うわまずい、一番下になっちゃった。ランクが E になってしまいましたね。共通ベルはな、もうこのゲーム数だったらバトル中に引きたいので、もう共通ベルは13分の1ですからね。あー誰が出てくる、お、よかったよかった。一応一番下じゃない。そして結構削れた、3、6、8発か、8回ベル引けばいいな。はい、もう3発使っちゃいましたね。なんで10発なので次回は継続確定ではないです。なので頑張んなきゃいけない。6セット目、いや遅いよ。ここでね、倒しやすいキャラが出てブテーダもまた残せれば、また次セットも夢がある。あーベルかー、まあブラドね。あーやんまやばい、これはまずい。あんま使いたくないんだよ。それで10発残したい。あ、今しれっと使われました。はい、なんとかブテダは9発残せましたが、まずい、これはよろしくないですよ。はい、じわりじわりとですね、武帝弾が減ってきましたね。よし、それで3発残して、あれではつながりましたね。はい、これで9セット目ですかですね。ここを乗り越えられたら10セット大ピンチ。もうもはやあの削らせてすらくれなかったという、これきついな。いいね、もう2発削れましたね。
よし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 、これさ、これ当たったでしょ、多分弾丸ぞろいが当たったんじゃないですかね。これ本来で負けの演出なんですよ。ただまだ武帝弾も残ってるしチャンス目だしっていうところなんで、復活演出だと思うんで、これはボーナスじゃない、ボーナスじゃねえや、被弾ゾーンに当たったかもしれない。ほら、よーしよしよしよし、いやー、ようやく、あ、一応この今画面が割れかかってるんですけど、もしこれで画面が割れればまたヒステリア被弾ゾーンです。そんなうまくいかないでしょう。ああ、普通の被弾ゾーンです。いや、ようやく2回目の被弾ゾーンですね。では説明が逆になってしまいましたが、今度は普通の方の被弾ゾーンの説明をしていきたいと思います。打ち方は基本的にはヒステリア被弾ゾーンと一緒ですが、先ほどみたいな角ラッシュがついてくるみたいなおまけはありません。ですが先ほどのヒステリア避難ゾーンと同様、このもうベル14回を取る間に霊薬ないし共通ベルの方で武帝弾のストック抽選を行いつつ、赤7揃いのカドラッシュの抽選を行っています。おそらくヒステリア避難ゾーンよりは武帝弾のストック率は落ちてるんじゃないかなとは思うので、まあ、武帝弾2発3発取れたら万々歳かなぐらいですね。で1回赤なら揃ってくれたらラッキーぐらいに捉えた方が気分的にはいいかなとは思うんですけど、ただこの弱チャンス目の確率は同様で8分の1まで落ちてますので、はい、残念ながら武帝弾はストックできなかったんですけれども、ARP は継続確定しましたので、じゃあこれ美味しいです。基本的に被弾ゾーン、ヒステリア被弾ゾーンの時は10ゲームは30ゲームの上乗せなんですけど、まあ、多分薄い方を引いたと思います。あ、嘘つきましたね。今継続バトル中に勝ったから次セットが確定したからその30です。もしこのバレットゾーン中に被弾ゾーンに当たった場合は最低10ゲームの上乗せをしてくれます。なんだ、さあ11セット目をかけての継続バトル、3発か、頑張んなきゃいけない。バリアが来たということは、よし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 、また下段揃いってこと？おお、すげえ。これ今一角です。今一角やってアリアが出てるんです。おお、これうまいね。はい。それでまた偉い方の被弾ゾーンです。あらー。で、おそらく強チャンス目以外からの当選は設定差ないと思うので、純粋に引きで貸し取りました。さあ頑張ろう、よし、
どうやらコスプレをしたゲームの次は終わらないんじゃないかなとか、まあ、打ってて思いました。ここからですよ、ここからもう一回シャングリラッシュとか入れれればもう今日はもう大丈夫でしょう。はい、あ、はい、まあ、といったことでですね、こういうこんぐらいもあるということですな。最初のヒステリア避難の方がちょっとできすぎました。でこれはおそらく継続バトルで継続バトル中だったので30ゲームが出てきたので90ゲームスタートですね。やっぱ十分です、十分。さあ気づけば2000枚を突破いたしました。冒頭でですね、400枚から600枚前後をコツコツと積み上げる台というふうに言った矢先、これです。12セット目を目指して武帝団6発で挑みたいと。誰1個か、頑張んなきゃいけないやつですね。頑張んないよ、頑張ります。よし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 。あと一発ベル引けば継続は確定か。ああまずい。ああまずい。これはいけませんよ。はいはいはい、とりあえずこれで継続は確定しました。どんなにあがいてもですね。使いたくないな。ベル。よし。えい。よいしょ。30以上はレアですね、引けるときは。さあこれが一番無理ゲーだぞ。これは厳しい。さあ使ってしまいましたね。さあ使ってしまいました。なのでここからはリプレイを引くと非常にピンチです。あーあー、えい、2233枚970ゲームと。これメモれないんですよ。でここでベルこぼしをすると終わりです。それまでは一応レア役で引き戻し抽選は行っております。これで終了ですね。えいっ、あああ、終わりました。10分ぶりぐらいに喋ります。どれだけカットされてるか分かんないんですけど、まずい。20か。はい、じゃあここからあれですね、先ほどのお
ロッキー、これで初当たりをストックです。おっと珍しい強砲ツーベル、青カットインでもちゃんとストックするんですね。はい、というわけでこれでかける3ってなってますけど、一応初当たりが3発です。このこれから始まるのも合わせて3発。ただストックがあるから今減らせているのかと言われたら、どうやらそうではないらしいという、終わるんじゃないこれ、終わるんですよ。で今日は1回終わるんですよね。これは例えば、まあ、他の台で初当たりストックが2個3個あったら今の復活エースが出てストックというわけではどうやらないらしいという。なのでこのあと一旦通常時に押した次の周期、これですね、この周期でだから再度 ARD 突入するという話らしいです。ということは今やらなきゃいけないことが一つだけあります。スイカを引く、でシュラバトルで仮ゲーム数を稼ぐ、今日も ARD は確定しているので、なので実際の普段ホールでアリアを打つときは1周期目は見た方がいいです。例えば今みたいに目に見えた初当たりストックとは別に通常時もしかしたら複数ストックしている可能性があった場合に取りこぼしてしまう可能性があるので、出てくる場合はこの1周期目で出てくるという話なので、まずはこの周期だけでも回してからやめるようにしてください。さあ絶望的な武帝ランクが D で武帝打もないというこの状況ですね。なのに粉雪継続確定です。なんでだよ。さあどんなにリプレイを引こうが、負けません。はい復活します。お50、あー残念。実戦時間の方もですね残りもうちょいというところになってきたんですけれども、実は皆さんもお気づきの通りですね、朝一一発目の ART 以降ですね一度もトータル100ゲームに到達しておりません。どうにかしないといけないどうにかしないといけないんですが、朝一が本当にできすぎた展開だったというのが身に染みますね。はい、お疲れ様でした。エンディングの時間でございますね。時刻は18時半という、もう夜は真っ暗なんですけれども、朝からですね避難のアリアの方寝台リアル取材ということで、寝台リアル収録ですね、間違えました。こちらの方で寝台の避難のアリア打ってきたんですけれども、朝が全てでしたね先に収支だけ言いますとね、投資が300枚、回収が2551枚という結果になりましたね。ということはですよ、朝のあの一撃が2200枚前後、それが終わったのが、12時半、そこから6時間かけて300枚増えたといった感じでしたね。まあ、正直ヒダナリアというのは非常にマイルドな設計になっており、ああいう特化ゾーンでの一撃性という部分よりかは
本当まったり400枚500枚をコツコツと積み上げていくようなスペックだと思いますので、朝のあれがちょっと異常すぎたといった感じだと思います。ただですね、投資の方非常に浅く進んだのと、やっぱりつながれ方、 ART のつながり方っていうところが設定が良かったんじゃないかなっていう根拠につながったと思います。通常時は2250ゲームほど回したんですけれども、チャレンジミッションを抜いて初当たりが12回、それのうちのちょっとインチキな初当たり2回を除いたとしても、初当たり確率が220分の1というところでは設定4と5の間と、それにインチキな12回をプラスすれば5と6の間というぐらいな確率に落ち着きました。また強調集めからの下段弾丸ゼロイというところも低設定よりかは引けるだろうという部分を引けたというところでは、まあ、なおさら設定4、5、6、5、6まで見えるんじゃねえかなっていうところで実戦終了となりましたね。とにかく自分でやっぱり長く打った感想ですけれども、戦えると思います。その戦えるっていうのも5000枚6000枚っていうよりかは設定をつかむという部分に関して言うと戦えるんじゃないかなと思いますね。やっぱりその武帝ランクを上げつつの ART 抽選という部分なので、タイミングが大事だと思うんですけれども、後半の方結構ですね、武帝ランクが C なり B でポコポコと当たったところも見るに、そういう部分でも頑張れるんじゃないかなと思いました。次回もですね、信頼の方あったらですね、そこの方触れていきたいと思うんですけれども、こちらのパラッツ篠崎店さん、まあ今日の火種ありはしっかりですね、その前の信頼リアル取材の方みたいな感じでですね、収録か、はい、ちゃんと信頼の方に設定を使ってるんじゃなかろうかという結果にもうなってますんで、今後のその信頼が出るタイミングっていうのは、あのアンテナを立てた方がいいんじゃないかなと正直思いましたね。また来月お邪魔するかなとは思いますので、その時はまたよろしくお願いします。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。